白山市の鳥越地区に伝わる年越しの風習、福馬を題材にした紙芝居が完成し、昨日地元で初披露されました。白山市西皿町に伝わる福馬。大晦日の夜に子どもたちが家々を回り、馬の形をしたわら細工を投げ入れます。そして人々は小さなわらの馬を家に飾り、一年の幸せを願います。100年以上前から続く珍しい風習です。西皿町は30世帯75人が暮らす小さな集落です。その集会所に昨日人々が集まりました。鳥越地区の民話や伝説を語り継ぐグループ、鳥越うれっしゃ会が福馬を題材に紙芝居を作り、初めて披露することになったのです。紙芝居にした経緯について少しお話しさせていただきます。私たち、この西皿の行事、本当にあの素晴らしい行事福馬というのに出会って、それを何とかも紙芝居にしたいということで、1回目初回はぜひこの西皿で、上演したい。昔ある大晦日のこと、その年は凶作で、正月というのにどこの家でも餅もつくことができなんだ。村人たちは大変困っとったんや。そんな時に首に鈴つけた一頭の子馬が走ってきた。村人たちはどどと言ってその子馬を止めようとしたけんど、なかなか捕まえることができん。ところがある子供がその子馬の尻尾を引っ張ったのや。するとその尻尾が抜けてしまった。その抜けた尻尾がいつの間にかカマスいっぱいの小判に変わっとってな。村人たちは大喜び。きっと神様が与えてくださったんやと感謝し、その子馬を福の馬と名付けたがやと。それからは子供たちがわら縄で馬を作り、鈴を鳴らして福が来るようにと家々に届けたがや。鳥越うれっしゃ会は西皿町の子ども会に紙芝居を寄贈。今後は地元鳥越地区の小中学校でも紙芝居を上演する予定です。本当嬉しいですね。嬉しいというか、やっぱり、西皿だけで細々とやっていて行事なので、こうやって紙芝居に取り上げていただいて、こうやって人いっぱい集まって披露していただいて本当に嬉しく思います。こんなたくさんの人が来てくれたのでびっくりして、もう西皿の文化ほぼ大半の人が来てくれたんじゃないかと思うんですけど、鳥越の子どもたちにも伝えていくのが楽しみでしょうがないです。どんな風に受け止めてくれるのかなって。ちなみに福馬を担う子どもたちは、楽しかった。どんなところ楽しかったかな。西皿にしかないのがすごいと思いました。人々の幸せを願う福馬、心温まる風習が受け継がれるといいですね。年の初めの福馬ロイド、福来た福来た。川崎さん、地域の大半の人が来てくれたんじゃないかみたいなことをおっしゃっていましたけども、確かに30世帯75人が暮らす集落であの人数っていうのはすごいですよね。この受け継いでいく上でこうして形に残しておくというのは本当に重要な意味があると思いますし、こういった風習残ってほしいなと思います。